はい、おはようございます。手前は公園でございますか。入れるかな。高住宅のど真ん中からね、うろうろしてましたけど、割り塚公園でございます。あ、ここで割り塚古墳は、ああ、なるほど。住宅開発にそれ出てきましたか。そうですか。スペックも何もないんやけどね。はい。高っ。7、8メートルあるかね。円墳やね。直径でどれぐらいやろ。そんな言うほどないか。40メートル。もっとあるかね。それぐらいあるかな。ああ、気がかかったろ。ああ、50メートルあるのか、ね、49メートル。高さ5メートルじゃないの。石室は全長14メートルの規模で、現実は約7メートル。幅3メートル測ります。住宅の中にあってね、なかなか珍しいんです。大体住宅作るときに大体破壊されるからね。ひどかったもんね。昭和の時代は、古墳とか遺跡出てくるとね、ずっと時間かかるから、こっそりね、聞いた話によると、こっそり埋めたりね、知らん顔したりね、こんなんやってないって。ほんまにど真ん中ですよ、これ、住宅街の。入るとこないね。残念やね。これはいずれにしても、こんな、ね、山があったんやったらさ、開発するときわかるやろな。まあ、もうちょっと低かったにしても。そうですか。はい。石室入れませんか。50メートルもありましたか。直径。どっか前傾は見れんかね。もっと引いてみるか。完全な円形でございます。UFO。ちょっと崩れかかってますね。手前はこういうになってます。ブランコとか滑り台とかね。あ、砂場もあるんですよ。これ砂場も。おお、ジャングルジム。鉄棒もあるかね。すごいすごい。小泉大塚古墳なんかむちゃくちゃやね。ブロック、手前ブロック積んであるからね。あれひどいわ。53年ですか。いやー、ここは知らなんだね。聞いたことあったんやけど、ここにあるとこいいのね。ここはもう初めて来ましたけどね。はい、ありがとうございました。